グリセリン、グリセリン、グリスリン、リスリンは酸化のアルコールである。学術分野では20世紀以降、グリセロール、グリセロールと呼ぶようになったが、医薬品としての名称を含め日常的には未だにグリセリと呼ぶことが多い。食品添加物として、甘味料、保存料、保湿剤、増年安定剤などの用途がある。虫歯の原因となりにくい。医薬品や化粧品には、 保湿剤、潤滑剤として使われている。無色透明の糖密状液体で甘みを持つ。有点は約18だが非常に過冷却になりやすいため結晶化は難しい。冷却を続けるとマイナス100前後でガラス状態となり、さらに液化した空気で冷却後、1日以上の時間をかけて緩やかに温度を上げると結化する。水に非常に溶けやすく、 吸湿性が強い。水溶液は、凝固点効果により凍結しにくく、強焦点は66.7位量パーセントでマイナス46.5である。他にエタノール、フェノール、ピリジンなど様々な溶媒に可用であるが、アセトン、ジエチルエーテル、ジオキサンには溶けにくく、ミネラルオイルやクロロホルムのような無極性溶媒には溶けない。グリセロールは、 年間100万トン以上生産されている。そのほとんどが、オ応ゴや重視などの加水分解によっているが、プロピレンから化学合成することもできる。現在試みられることはないが、発酵法も知られている。生物の油脂には大量のトリアシルグリセロール、トリグリセリドが含まれている。これは、脂肪酸とグリセリンのエステルであり、加水分解により、 グリセリンと脂肪酸を生じる。例えば石鹸を生産する際に副産物として大量のグリセリンが得られる。またバイオディーゼル燃料の主成分は脂肪酸メチルエステルであるが、これは触媒を用いた油脂とメタノールのエステル交換反応により得られ、その副産物がグリセリンである。こうして得られたグリセリンには不純物が多く含まれている。石鹸生産の副産物の場合、 活性炭やアルカリ処理、イオン交換などによって生成を行い、上流によって高純度のグリセリンを得ることができる。バイオディーゼル燃料生産の副産物の場合は、不純物が非常に多い場合があり、単に焼却されることが多い。プロピレンからエピクロロヒドリンを経由して合成するのが主であるが、他にもアクロレインや酸化プロピレンを経由する方法などが知られている。 もっともバイオディーゼル燃料の普及に伴いグリセリンは供給過剰になっており、こうした化学合成法はコスト的に見合わなくなっている。グリセロールは生体内では中性脂肪、ン脂質、糖脂質,質などの骨格として存在しており、貯蔵した脂肪からエネルギーを作る際に脂肪酸とグリセロールに分解される。生じたグリセロールは ATP によって活性化され、 グリセロール酸リン酸となって、再度脂質の合成に使われるか、さらにジヒドロキシアセトンリン酸を経て、解凍系、または、糖心性に利用される。アルコール発酵ではアセトアルデヒドが、電子受容体となり、エタノールが蓄積するが、この時ジヒドロキシアセトンリン酸が、電子受容体として働くと、グリセロール酸リン酸が生じ、ついでグリセロールが生成する、グリセロール発酵。 例えばバイチがアルカリ性であったり、アリウ酸ナトリウムが添加されていたりすると、アセトアルデヒドが電子受容体として働くことが出ず、グリセロール発酵が優勢となる。化学原料としては、爆薬の成分や、強心症の薬となるニトログリセリンの原料として有名であるほか、有機合成で使うヨカーリルの原料である。甘味料、保存料、保湿剤。 増年安定剤などの用途がある。甘味料としては虫歯の原因となりにくいことや、エリスリトールやキシリトールが持つ清涼感を打ち消す効果がある。砂糖より甘さが弱いにもかかわらず高カロリーである。医薬品、化粧品には保湿剤、潤滑剤として使われている。咳止めシロップ、うがい薬、ネリ歯磨き、石鹸、ローションなど幅広い製品に利用されている。 チンの溶剤として、あるいは高圧剤としても使われている。エチレングリコールやプロピレングリコールと同様に不凍液を作るのに使われる。自動車用としてはより低温まで凍結しないエチレングリコールにとって変わられたが、安全面から再評価する意見もある。実験室では凍結保護剤として、生物の凍結保存や酵素の低温保存に用いられている。 機械式圧力計では、ケーシングの内部空間に、クリセリン水溶液を充填した製品が存在する。これは、クリセリンの粘性抵抗によって、機械的振動を抑制して、ギアや指針といった、可動部が摩耗、破損することを防ぐためである。偽酸と加熱すると、エステル化を経て脱離が起こり、アリルアルコールを与える。硫酸水素カリウムなどを作用させながら熱すると、 脱水が起こりアクロレインに変わる。三色媒の存在下にアセトンと加熱すると脱水して1、2位がイソプロピリデン元で保護された形の誘導体が得られる。アカリンと周素と共に反応させると1、3位が周素化された誘導体が得られ、作産中で塩化水素を作用させると、その投量により1、モノクロロ体もしくは1、三ンジクロロ体が生成する。 後射や1、3次ブロモ体をアルカリと加熱することにより、エピクロロヒドリン、エピブロモヒドリンが得られる。アニリン誘導体と酸化条件で縮合させると、キノリン骨格が構築できる。この手法は、スクラウプのキノリン合成と呼ばれる。摂取しても特段大きな害はないが、皮膚や粘膜に対して軽い刺激性がある。可燃性の液体で、日本では、 消防法により危険物、第4類、インカ性液体の第3石油類に指定されている。1779年に、スウェーデンのカールビルヘルムシェーレが、オリーブ油化水分解物の中から発見。1813年、ミシェル・ウジェヌ・シュブルールが油脂が脂肪酸とグリセリンのエステルであること見出し、甘みを持つことから、ギリシャ語のグライキス、甘いにちなんでと命名。 1846年にアスカニオ・ソブレロにより、ニトログリセリンが発見され、1866年にアルフレッド・ノーベルが実用化に成功。1872年、シャルル・フリーデルがイソプロピルアルコールからの合成に成功し、グリセロールという名を提案。生物学者、ライアル・ワトソンの1979年の著書、ライフタイド、放題。 生命潮流にて書かれていた事実無根の逸話が様々な引用、脚色を経て同じくワトソンによって創作された百匹目の猿像と共にシンクロニシティの代表的伝説となっている。ワトソンによる逸話は以下の通り、しかし生命潮流で参考文献とされていたカリフォルニア大のギブソンとジオークが書いた論文1923年には グリセリン結晶を作る際のコツが記述されているのみである。要するに、元来グリセリンは他の結晶がなくとも蒸気の温度管理手順に従えば結晶化できるのである。なお、グリセリンではなく、ニトログリセリンにおいて、このような逸話が語られることもある。ニトログリセリンの場合は8で凍結し、14で溶けるため、無論事実ではない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。